イワン・イワノビッチ・フェジュニンスキーは、ソ連の軍人、上級大将、ソ連邦英雄、ギレボ村出身。1919年から赤軍、ロシア内戦時、兵卒として、西部戦線で戦う。1924年、ウラジオストク府評学校を卒業し、小隊長となる。1929年の東西鉄道紛争時、中隊を指揮。 1930年から共産党員。1931年、射撃過程を終了し、大隊長となる。1936年、連隊長補佐。1939年、自動車加狙撃連隊長となり、野ンハ犯事件で功績を挙げ、ソ連邦英雄の称号を授与された。1940年2月、師団長。同年11月、狙撃軍団長。 1941年、参謀本部軍事アカデミー附属高等指揮要員、完全化課程を終了。独ソ戦時、狙撃軍団、第32軍、第42軍、レニングラード戦線、第54軍、第5軍を指揮。1942年10月から、ボルホフ戦線副司令官。1943年5月から、ブリャンスク戦線副司令官。 1943年7月から第11軍、司令官。1943年12月から、終戦まで、第2打撃軍司令官。フェジュニンスキー指揮下の部隊は、レニングラードの防衛、封鎖解除、チフビン、ルジェフシチョフ作戦、クルスクの戦い、ブリャンスク、ゴーメリレチツク、クラスノセリスコロプシン、ナルバ、タリン、東プロシア、東、ポメラニア、 ベルリン作戦に参加した。戦時中、最高司令官令で25回指摘された。戦後、1946年から1947年まで、アルハンゲリスク軍艦区司令官。1948年、参謀本部軍事アカデミー付属高等学術課程を修了し、各職を歴任する。1951年、中毒ソビエト軍集団副司令官。 第一副司令官。1954年、ザカフカーズ軍管区司令官。1957年、トルケスタン軍管区司令官。1965年12月、ソ連国防省観察総監部軍事観察顧問。第5期、第6期ソ連最高会議大議員。モンゴルポーランド東ドイツトゥバ、人民共和国チェコスロバキア。ありがとうございます。